今や世界中で人気の漫画、名探偵コナン。25年以上続いているコナンは、青山剛昌先生の人気作品です。コナンの面白さはもちろん事件を解決するところですが、実は恋愛漫画として読んでも面白いんです。羽田秀吉はコナンでは割と新キャラです。赤い一家の真ん中っ子でプロ棋士、高校を卒業後に、資産家の羽田家の養子になってます。キャラの濃い赤い一家の中にいながら、黒の組織などダークな世界とは、唯一無縁なのが羽田秀吉です。その秀吉は交通家、宮本由美の元彼で復縁カップルです。交通家の由美はコナンで初期の頃から出てる脇役キャラですが、羽田秀吉の彼女ということで、かなり重要な立ち位置になりました。今回は羽田秀吉と宮本由美の恋愛回とセリフについて紹介していきます。少年探偵団に依頼をした少女の行方がわからなくなり、みんなで探す事件です。捜査の途中で、お店でマスクを買う由美と遭遇します。由美は元彼から顔を隠すためにマスクを買っていました。由美は言います。ひどい振り方をしちゃったから顔を合わせづらいのよ。少年探偵団たちは聞きます。そんなに悪い男の人だったの。由美は気まずそうに、いや、顔はかなりイケメンだったんだけど、性格が子供すぎてね。この場面は羽田秀吉が初登場する遥か昔の話で、49巻です。作者はこの時から由美の元彼に羽田秀吉を持ってくることを構想していたのでしょうか。交通課の由美と苗子が米花町をパトロールしていた時に、コナンたちに遭遇します。そして苗子の携帯電話に、人が死んでいるとの通報が入ります。殺人現場の隣の部屋に住んでいたのが、由美の元彼、羽田秀吉でした。秀吉は言います。あ、由美さん。由美は言います。私の元彼よ。少年探偵団たちは思わず驚きます。由美を由美さんと呼んでデレデレしている秀吉と、嫌そうな顔をする由美。由美は大学生の頃に羽田秀吉と出会い、付き合うようになりました。その後、由美は警察官になるのを機に秀吉と別れようとします。その時に秀吉に7つ揃うまで開けないでください、と謎の封筒を押し付けられます。それ以降、羽田秀吉から連絡が来なかったので、由美はもう待てないし顔も見たくないし声も聞きたくない、と秀吉を振ります。秀吉は今でも由美を思い続けており、付き合っていると思い込んでいます。秀吉が由美に渡した言葉の7つとは、将棋の王位の7タイトルのことで、羽田秀吉は由美のために将棋の7タイトル制覇を目指しており、将棋棋士であることも由美には隠していました。なかなかタイトルが揃えられなかったので、秀吉は由美に愛想を尽かされることとなったようです。秀吉が18、19歳頃、由美が大学1年の時に、電車で眠りこけていた秀吉に由美が肩を貸してあげたこと。秀吉は感激しながら、自分が下車する駅が通り過ぎてるのに、僕を起こさずに待っててくれたんですね。由美は言います。ええ、あなたの寝顔があんまり可愛かったから。厳しい将棋の世界で戦ってきた秀吉にとって、その時の由美の優しさと笑顔に癒されて、由美のことを好きになったようです。秀吉が名人戦の前に誘拐犯から封筒を受け取り、そこには由美を誘拐した、と書かれていました。秀吉は暗号を解読し、明治神宮で少年探偵団と遭遇し、一緒に由美が監禁されている場所を探し出します。
コナンたちの協力もあって周吉は、ユミの居場所を突き止めて、事件は解決します。助け出されたユミはナエコのミニカトの中で起こされて、周吉に大事な名人戦があることを知ります。ユミは叫びます。こらー。そこのベンツ。車線を変えて道を開けなさい。どけっつってんのよ。ユミは周吉を名人戦の会場である山梨まで勘に合わせるため、職権乱用し、ミニカトのサイレンを鳴らし、道行く車を押しのけて周吉を名人戦に間に合わせます。しかし周吉はお守りにしていたユミの写真を落としてしまったらしく、動揺し始めます。周吉は自信なさそうに言います。今回も負けるかもしれない。ユミは言います。これでどうよ。写真よりご利益あるんじゃない。ユミは周吉に熱い口づけを交わします。周吉は真っ赤になりながら対局場へと向かい、名人戦に勝ち、七冠を達成します。周吉はすでに将棋のタイトル七冠を達成してるのですが、忙しすぎてユミと会う時間がなかなか取れないでいます。周吉がユミに渡した封筒の中身は婚姻届ですが、ユミはその封筒を古雑誌と一緒に捨ててしまい、少年探偵団たちと探します。封筒は見つかったのだが、周吉は対局に集中できず敗北し、王将タイトルを失います。婚姻届の夫の職業欄には、棋士、七冠王と書かれていたため、周吉は男が一度決めたことは曲げたくない。例の封筒はもう何の意味もないから捨ててほしい、とユミに伝えます。ユミはそんなことは気にしていない様子だったが、周吉の言う通りに婚姻届を破り捨て、電話越しにそれを聞く周吉は涙ぐみます。ユミは言います。あんたがまた、その七つだか八つだかを揃えて天下取ったらしゃあないから、このユミ様が話を聞いてやろうじゃないの。だからそれまで誰にも負けんじゃねえぞ。このハゲネズミ。周吉は答えます。はい。王将戦は1年に1回なので、次にユミがプロポーズをされる可能性があるのは1年後になります。警視庁交通部の女性警察官ばかりが狙われた連続殺人事件で、三池苗子の同僚父兄が2人も殺されます。周吉はこのニュースを見て、ユミのことが心配になり、ユミに何度も電話をかけます。周吉は必死に言います。どうして僕の電話を着信拒否するんだよ。ユミは答えます。ごめん。あんたが10分おきに電話をかけてくるから着拒しちゃった。さらに周吉は兄、赤井周一にメールでユミのガードまで頼んでいます。兄さん、ユミタンを守ってくれ。絶対だよ。沖谷スバルの姿の赤井は、ユミに絡む酔っ払いをやっつけます。でも赤井は、酔っ払い相手に応対をするユミを見ながら、とても敬語の必要な女性に見えんがな、と思っていました。この話では周吉とユミは徹夜で麻雀をしていること、ユミは仕事帰りに周吉の家で爆睡をしてたり、二人の親密具合が伺えます。少年探偵団が下校中に周吉とばったり会います。周吉はいつものひげ面ではなく、ひげを剃ってきちんとした格好で、大事な人と会うのだという。ユミは周吉の後をこっそり尾行していて、その様子を少年探偵団に見られます。最近変なのよ、周吉のやつ。
おめかししてこそこそ出かけることが多くて。まあ一緒に暮らすようになったから見なくていいところまで見えちゃうっていうか。灰原は指摘します。それって浮気の可能性が高いわよ。やっぱり。いつの間にか由美と周吉は同棲しているようですね。その後、衝撃死殺人事件の真犯人を突き止めた周吉は、犯人に自首を勧めようとするが、返り討ちに遭って監禁されます。コナンと赤井秀一が協力して周吉を救出して事件は解決します。事件解決後に周吉は赤井秀一に言います。兄さん、母さんのことだけど、僕の彼女に会ってくれないんだ。電話にも出てくれないし。赤井は言います。俺が生きていることは話してないだろうな。ああ。赤井は弟に言います。心配するな。母さんにはいずれ会える。周吉は自分の母親に由美を紹介したいようですが、赤いメアリーは黒の組織にアポトキシンシャーロックを飲まされて、幼児化していて、そのことを周吉に隠しています。メアリーは中学生ぐらいの子供に幼児化し、娘のセラマスミとホテルで生活をしています。赤い周一は沖やスバルに変装して工藤家に滞在中です。周吉以外はいろいろと深刻な赤い一家。今回は羽田周吉と宮本由美の恋愛回とセリフについて紹介しました。大人の二人なので、結構際どいセリフなどもありますね。このチャンネルではコナンの考察動画を投稿しています。よかったらチャンネル登録をお願いします。